はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、少し前からですね私が生徒さんに実はお借りしていた嵐のライブ dvd 嵐アニバーサリーツは5 by 20の、えー、この DVD をですね、まあ、あの前のジャポニズムみたいな頭からブワッと、えー、全部見れたらいいんですけれどもこれを生徒さんにまたお返しするというタイミングが近づいてきておりまして9月の19日の、えー、YouTube の生配信の中でですね難しいと思うんですけどこの DVD の中でどこがおすすめでしょうかと皆さんに聞かせていただいたところたくさんコメントを頂い,いた中で、えー、いっぱいねコメントがあって私も見てみたいなと思ったものをですね、えー、かいつまんで。 お話をさせていただこうというちょっとまあね、えー、ライブを頭から考えている松潤に申し訳ないなというような、えー、企画になってしまっておりますけれどもそれでもできる限りいろんなところを見たいということで今回はですねたくさん皆さんにコメントをいただいたんですけれどもまず「ステップ・アンド・ゴー」という曲これはですね、えー、原春人さん、えー、それから松村民子さんと優、えー、子佐藤さんと陽子さんですね陽子佐藤さん。 もコメントをくれましたそして更にですねこれよくよく見てみるとこっからつながって言葉より大切なものが是非、えー、聞いてみたい、えー、それから「ステップアンドゴーも」もこれね連続になってるんですけど実は釜まゆさんも書いてくれてますでなおかつ「ファインド・ザ・アンサー」でこれをですね青の翼さんがもうものすごく押してくれましてもう鬼リピしております。 鬼鬼ののように繰りり返ししいいててるの略鬼リピしておりますでそこのコメントに対して、えー、朝芽さんもですね大野君と松潤のハモりがすごいいいんですよと、えー、ゆずさんもそこに乗っかってきてぜひそこ聴いてほしいですというふうに書いていただいておりましたので、えー、この、まあ、ライブ始まってすぐのね冒頭の部分ですけど「嵐、えー、感謝関係雨め大映画おえが2曲あってその後今言ったステップ ステップゴー言葉より大切なもの Find the この後半の3曲、ね、最初から本当は行けよっていうふうに皆さん思うと思いますけどもちょっと今回はジャポニズムと違って皆さんから、えー、あのアドバイスじゃない、えー、リクエストいただいた曲を中心にということで泣く泣く最初の2曲はちょっと言葉してしまいますけれどもステップゴーから言葉より大切なものファインドザアンサー3曲続けて一気に見ていきたいと思いますのでそれでは 行ってみます。今ね画面はですね「ファインドジャジャ」「ステップゴー」のチャプターのところで止まっております。今5人が真ん中で手を合わせて、ね、止まってるところから始まりますのでもし一緒に見るよという方がいらっしゃいましたらそこからですね再生ボタン一緒にドンとしてみたいと思います。それでは皆さん準備よろしいでしょうか。えー、5x20 曲数で言うと3曲目になりますかね。あら感謝感激雨嵐大江が終わった後、 5人が今、真ん中で並んで手を合わせてるところから再生いきましょう。ポン<え>さあ、We are gonna sit t o d ちょっと言えなかったですけど。<laughs> フォー、フォー、と、桜井くんがみんな盛り上げながら、もうステージから結構前の方にステージが出てきて、ね、アリーナの真ん中、一番後ろぐらいかな。で、ステージが上がっていきながら5人が踊っております。 いつも通り仲間たちとお野くんがすごい笑顔で踊りながら歌っております。きらめくように光る僕らの日々は胸でときめくどんな未来が来てもどんなに離れていてもおと。 松がめっちゃ楽しそうにしてますけどめっちゃくちゃ仲良さそうだよね大野くんのあの嬉しそうな顔夜を通り抜けてロンリーの軽く歌ってますけどね真ん中辺の音って難しいんですよ安定させるの大野くん素晴らしい世界はまるで永遠のエスケうわ綺麗なフェイク愛しさあふれてきか キラリ願い軽く飛んでますけどね声ぶれてもおかしくないもんですけど「ーー高い物音難しいんですけど軽く綺麗に出てますみんな「優しさ集めて光」「キラリ気づく時」<laughs> 回れないから頭だけちょっと回ってみました「果てしなくあゆう」あんなでかいモニター目の前に見えてるんですね5人とも。 花びら舞い散り行く頃ステステップアンステップアゴーさあ桜ラップが出てますよステステップアンステップアゴーそして現在響くあの声音ステネテヌは深く深く長く、うん、さあ来た桜井くんのラップちょっとこの前かみになる桜井くんのいつものこのねこの多分体の角度が出しやすいと思うぞこれ 時はそれをと彩り光るから僕はそうして工程の先へいつかまたね工程の先へもうかっこいいならここへてしまう松潤が青野くんの肩をポンポン君とあ相葉くんと二のままたイチャイチャしてますよここでえー、ああ Forever me my soul 愛しさきれいいね青野くんき 描い,いつまでもうん物音もきれいに出るねフッて腹筋で踏ん張ってますよ高い音優しさ集めていっかりきらりきつくときをずっと後ろで手もみもみしてるよ誰と誰あれもみもみあ大野大野くんと 櫻井くんが相葉くんの後ろでもみもみしてんだ We're gonna step and go ちょっと言えてないけど私英語さあステップを踏みながら We're gonna step and go このね櫻井くんの今軽くやりますけど足を前に動かして一回リズムを取るててててててんさあみんながキューと振ってますさあ言葉より大切なもの切り取ったメロディー,ディーように大野くんから始まるんだ 言葉よりもも大切なものここにはあるからおおこれも定番なんでしょうねきっと嵐のファンの方たちの中ではあるからほおいやすごいねこれ4曲目でしょもうボルテージ最高ですねあ3人2人で分かりましたよステージが。ぎて強い風の中だ 引き裂かれたまま路上に散らばったいびつな夢のかけらさめきたジャニーズの曲定番の B メロでちチャンチャチャンフーチャンチャチャンフー大野くんもみんなに温度をとってねおおおれいなフェイク回ってますね 透き通ったメロディ胸に秘めた失くさないように言葉よりも大切なものここにはあるから桜谷盛り上げてますよもっとーて言ってますすごい人数5万5千0 0人おーもっとーとこれは気持ちいいでしょうねこれメンバーこんなみんなのパワーをやっぱりもらってますからね演者側が松本潤君上の方。 よく見えてるぞーだって嬉しいねこうやって言ってくれたらうわすごいみんなのライトの演出がこれね自動制御でテカテカテカってなってますけどテレステレテレレテレテレテレステレ,テレ,テレ,テレ例えばの話旋律奏でて桜 <laughs> 井くんの掛け合いラップが入りましたよ言葉は残して分からないけどことこんな言えない絶対この時だけは君と共に歌が落ちサビというところですね ちょっとおとなしい落ち着いたサビ。あなたよりもドラムが入って、どこにもないんだよ。いいね、松潤。ン。嬉しいなぁ。をやられた人は。あ,あ、忘れないように。言葉よりも大切だから。ニノが大きく手を振っております。あなたに届けた。桜井くん、あおるあおる。すごいね。5万5千人がもう。 完全にライブの中に取り込まれてしまいましたね、これね。すっごい。夢空間です、この中。松潤、ヘイって言ったら、キャーヘイ東京と。東京ヘイヘイヘイと。会いたかったぜ。<laughs> これは嬉しいよ、そんな言われたら。北は北海道から南は沖縄。見てるかと。どういうことだなんかみんなどっかから見てる 映画館なんかであるかやってるのかな映画館かなんかで、ね、5by20 のファイナル楽しんでいくぞこれファイナルなんだこの日が今日は20年の感謝の気持ちを届けに来ました今から嵐のエンタメやるぞかっこいい準備はいいか準備はいいかオーケー今から5万5千人そして全国の 19万人のみんな。嬉しそうですね、松潤。来 <laughs> てた俺らが幸せにして <laughs> キラーもう悲鳴ですね、あれは。完成じゃなく。あ、みんなこれメンバーなるれか。いらっしゃいませと、このニノが。ほ <laughs> ろくんやってんだ。嵐が来たぞ東京に帰ってきたぞ おい、ファー、急に、オラオラ系になりましたよ、ニノが。だんねえよだんねえよと。死ぬ気で来いよ。オッケー、それじゃあ最後まで行こうぜ、よろしく。すごいですね。ねえ、盛り上がってんのと、相葉くんが。まだまだまだいけんの。だってまだ4曲目終わったばっかりだもん、これ。あ、後ろで、バンド、生バンドが今日もね、 いいリズムを奏でておりますドラムでん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 最高だぜマウントブラストの皆さんさあ大野くん来たはーいははいはーい, <laughs> はーいとラストいけるかい <laughs> かわいいねなんか大野くんいつものいけるかい出たあれねジャポニズズで覚えました私も行くぜーと後ろのバンドメンバー盛り上がってる嵐528 東京祭り、デイ出たやっと皆さんちょっと仲間に入りました。デイふーっと。さあ、桜井くん。h e 東京ーおーロングトーンと言います。これね。まっすぐ伸びる音。いいね、いいね。長い。h い、夢の時間へようこそ。うわーすごいね。夢の世界へようこそ。ほんとですよ。さあ、さあ、あちこち指をさして。 同じ夢を見た。<laughs> かっこいいね。上の方調子はどうだ下の方調子はどうだ出た。調子はどうだ質問。へ、hey、い。そして全国の、あやっぱりほら、映画館で。おそらくいいね。うん、男性人調子はどうだ出たおや野郎でも調子はどうだお結構いるね。おおってこれ。女の子た調子はどうだえ俺たちはもう準備できてるよね。 <laughs> バンドも嵐も準備できてるよねさあ来た来た来たなんか盛り上がってきちゃいましたねこれね俺たちはもう準備できてるぞみんなどうなんだまだまだいけるだろうもっと <laughs> あら嵐コールレスポンスが嵐嵐の連続になりましたよもっと嵐もっと嵐騒ぎでー あかっこいい嵐ライブツアー 52! レッツゲッツアーファイナルスタートめちゃくちゃバンドとの絡み合いうまいじゃんかこれね。いいタイミングでバーンと閉まりました。そして真ん中に光がブワーッと出てきましたよ。ス,ステージ奥のうわっモニターどんだけでかいのこれ。横幅何メートルあるんでしょうか。そこに5人が今アップで映されて5人が目の前で踊りながら ファインド・ザ・アンサー松潤と大野くんのハモりがどっかでね聞きどころとしてあるというのを教えていただきました「前奏私は歌ってます今ね」「風がこの心を吹き抜けても揺るがない」 そんな強さを少しずつ集めてきこれね上がるの難しいメロディー2度うまいね声にならない叫びを待ちの喧騒が遠慮なくさらう時に僕らは臆病にも濁点でこう難しいけどね臆病にうまく出てるもう恐れないたとえかすかなお聞いたことある 気づく限りたどり着けるよきっとただひとつの子難しいメロディーおーおお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  遠くのびるそれぞれの軌道星も,もいつかまた出会ったらきっとその時はまあさくらくんいい笑顔たとえかすおおここか小野くん大君くんうさきに乗りつけるよきっとただひとつの答えにうお あの、上大野くん下松潤ですけど、下の松潤の安定感も素晴らしいね。低い音の方が弱くなりがちなんですけど、高い音にこうちゃんとバランスよく響く音で。季節な季節の中ですごい。二人だけで歌ってて全然足りない感がなかったね。確かにすごいわ、あれ。サクッとやってますけど、 あれ完璧じゃどっちかが当たり前ですけど音が違ったじゃーんタイミングずれたりするとあんなかっこよくはまらないからね今停止ボタンを押しましたとここですか青の翼さんが言ってた鬼リピのところあのねしかもねその大野くんと松潤の先のハモリんとこですけど二人がね合わせようとして合わせてるんじゃなくておのおのが あの自分の歌いたい感じでメロディー歌詞をバッと歌ってるんだけどもそれが結果的に合ってるからかっこいいと思うんですよ。でこれがねお互いがこう合わせにいって合わすというもちろんハマり方もあるんですけどこの今のところだけ見ると多分ねそういう感じではなくてもうお互い音とかリズムに関しては全然不安がないから思うままにドンとぶつけた時に一番かっこよく響くであろうという信頼関係のもとに。 自由にあるるるる程度歌ってるけどハマってててけどからよりかっこよさが出てるってそういう部分ななんじゃないかなと思いいますいやすごいね、うん、どうしてもこうちょっとね不安があったりとかあの綺麗にはまらなければっていうのがお思いが強くなるとこうお互い合わせにいこうみたいになっちゃってね、うん、合うんだけれどもこう爆発力がないみたいなあのいうことになることもちょいちょいあるんですけど。 これはもう2人とも全くもって不安感がない自信満々2人ボーカルの見事な絡みで余計にかっこいいといういや今一気にね3曲そして途中にちょっとね5人のお客さんへのこうコメントもありながらで結構長丁場になりましたけれどもいや途中でも言いましたけどやっぱこれね最初の3曲目4曲目5曲目であんだけ一気に。 お客さんたちちがもうう空間に入っていけちゃう、えー、そのこう空気を5人そしてバンドね、えー、それから照明演出が作ってるわけですけどいやすごいねやっぱり「あの夢の世界へようこそ」と桜井くんも言ってましたけどまさにそういう世界をねあの東京ドームの中でも異空間を作って一気に持ってったというのがこの映像からも伝わってきてもう気が付いたら私もすごい今テンション上げられてしまって。 いくつもこうね動きをもう自然とやってしまっておりますけどいや素晴らしいですねやっぱり20年やってきたあの何、ー、とだろうね絆と自信とがいろんなところにこう出てるなという感じがジャポニズムの時に比べてもさらにねあると思いますやっぱり。 いや素晴らしい3曲一気に皆さんお届けさせていただきました。ということで今回はですね 5x20 の皆さんからこうねコメントを頂い,いて投票の多かった部分を、えー、中心にお話をさせていただいております。今回はこんな感じで3曲分お届けいたしました。えー、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。